カナブン嘘つき兄さんがセミの天ぷらが魚って言って嘘つけよ。どうどうどう。おいしいやん。カナブンよりいけるわ。足いけるわ。もっと食べようかな。ピーナッツバターの味ほんまわかる。いや、喜ばない。今ちょっと土来た。土来た。今ちょっと土来たけど。魚ではないけど。あ、なんでも、魚を想像して食べたら全然。次は、セミチリです。セミチリみたいに言うな。うん。めっちゃ、めっちゃ食べた。セミチリも片付いてないいいっすよ。どう？あかん？あ、苦っ。クッキー、クッキー。クッキー出た。肉。これ肉やんな。ナス違う。これ肉やんな。肉やん。あかん。肉。唐揚げの方が美味しかったかも。セミチリより。これ一番まずい気がします。今の中で、うん、なんかリアルなんか味が染みてないというか、うんうんうん、美味しかったらな、弁当のおかずにも最適やな。いや絶対嫌だ。絶対コオロギ。続きましてコオロギのアヒージョです。おしゃれ。いやもうなかなか大丈夫やと思うで。だってニンニク効かせても。いただきます。どう味はまずくない。染みてる。旬どる。旬でもない。やっぱエビやな。なんか小エビパリパリ感がすごい、ズッキーニうまっ。それだけ食べちゃったらいいな。でも一番無理はここで喉越し生飲んでるおっさんがビビる。合わへんやん。すごいね。ヒントル食べたい。食べたくないですけど。ちっちゃいかな。名護のあんかけ焼きそばです。いただきます。いただきます。名護やから。うん、なんか余裕やな。メインよね、次やろ。もうちょっと稲子にあんかけの味が。うるさ。稲子に、稲子のピーマン合うな。コオロギとニンニクも別にあったけど。なんでニンニク食べる？なんでニンニク食べる？最後にほんま2人とも絶対食べたないって言ってたやつを最後に取りに行きたいと思います。